皆さんこんにちは、ケースタジオの加藤です。今日は皆さんにおすすめの映画を一つ紹介したいと思いますね。ドラムチャンネルなのに映画紹介しちゃうんだけど、じゃん、映画セッション。こちらですね、世にも珍しいってもうね、言い切っちゃっていいんじゃないかな、ドラマーが主人公の映画。もう僕結構映画好きな方だと思うんですよね。かなりの数の映画を見てきた自信があるんですけど、そんな中でもドラマーが主人公の映画ってこれしかないんじゃないかな。限定ボックスいいでしょう。はい、ね、簡単にストーリーね、あらすじの方を説明しますと、世界一のジャズドラマを目指す青年がこう鬼コーチのめちゃめちゃこう厳しいレッスンを受けて、手から血が出たりとか、なんか汚い英語、ファッキンテンポとかそういうのが飛び交う映画なんですけど、僕の生徒さんとかね、安心してください、そういうレッスンは僕はしたくないというか、できないので、そう、なんでかっていうのは映画見てもらえば分かります。誰にもできねえわ、ね、すごい映画なんだけど、とにかく地獄のレッスンに耐えながらね、主人公が成長していくこう様子をね、描いた、そんな映画なんですけど、正直この動画を作るにあたって下調べでレビューっていうのかな、ネットでね、評判とか僕見てないです。まあね、手抜き動画だな。何の準備もしねえでこれ撮影始めてるから、何の苦労もせずに作ってる動画ですね、これ。そういうレビューとか見ちゃうと僕の感想じゃなくなっちゃうので、ね、もうあくまで僕のこの映画セッションを見たその感想を伝えたいなと思って、そういうレビューとか見てないんだけど、なんとなく想像がついてるんですけど、おそらく賛否両論な終わり方だったんじゃないかなって、そんな風に思ってます。はい、初めて見た時にクライマックスもちろんこうテンション上がる、もうめちゃめちゃクライマックスがいいよって宣伝されてた映画なんで、まあその通りクライマックスでめちゃめちゃテンションが上がって、もうテンションが上がりきってる時にスポンって終わるんですよね。急に終わっちゃう。で、正直ここで終わるのって思ったですよね、最初初めて見た時は。エンドロールが流れてる時もエンドロールの後にまだなんかあるんじゃないかなと思ってずっと待ってたんだけど、なんもね、なんもなかった。まあ1回目ちょっと僕の中でも終わり方はどうなのかなって思ったんですね。ただ2回目見た時に、なんでかわからないんですけど、自分なりになんでああ終わったのかっていう解釈が出てきて、あの終わり方の意味っていうのは自分なりに分かった気がする。その瞬間に自分の背中がズバッと押したんですよね。ズバズバズバッときたんですよね。一回見た人も終わり方微妙だなってもし思った方いたら、もう一回見てほしい。終わり方の解釈、僕の解釈で合ってるのかどうかわからないんだけど、その解釈が出てきた時にね、見方がガラリと変わるし、まあそういうの関係なしに、全くね見たことない方はもうもちろんね、僕のこんな話聞いてから見るとね、終わり方ちょっと怖くなっちゃったかもしれないけど、まあそういうの関係なしに、ドラマが主人公っていうだけでね、もうこんな映画他にないし、これ見てるとやっぱし叩きたくなる。この映画見た後ってなんか基礎練頑張っちゃったりとかね、なんかドラムセット叩きたくてスタジオ行っちゃったりとか、僕もね本当に何回見たんだろう、この映画10回見てるな、相当見てるんだけど、そういう経験実際あるので、見たらドラム上手になる、ドラム叩いちゃう映画、そんな映画だったらドラマーにおすすめしないわけがない、ということで今日のおすすめ映画セッションです。普段と違って、なんかドラムの教本とかそういうのじゃなくてね、普通に映画を紹介してますけど、これ本当にねドラムに関係してるというか、ドラムの腕上がるでっていうことで、はい、僕は本当にそう信じてる。これ見たら叩いたら上手くなるもん。以上ということで、こちら映画セッションぜひ見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.